今回は人の心がわからないなりに善人太郎とするキャラを挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。グリマーさんいいよね。グリマーさんは実際のところ人の心がわからないわけじゃないと思う。ちょっと接触が悪くなっているだけなんじゃないかな。うむ、そうでなければ元委員長に対してそんなことは自分でもわかるとは言わなかっただろうな。フランツ、ボナパルタにぶち切れてるシーンでグリマーさんの苦しみがわかるよね。この手のキャラとしてはかなり倫理観がしっかりしてるよね。グリマーのアニメでアドルフ・ラインハルト思い出すシーンは本当に良かった。うむ、どちら様？結界師の主人公のお母さん、本人は家事育児ダメダメで母親失格だと思ってるけど、周りは家族として一緒にいてくれるだけで十分だったのに、心の機微に疎いから周りの気持ちに気づけず致命的なすれ違いを起こしてた人。結界師の主人公の母ちゃん、作中の人間でぶっちぎりの力を持ってるけど家事はダメダメで子供の好物も知らないから自分は母親失格だと思ってて、何か家族のためにできることないかっていろいろ暗躍してた。なお子供はそんなことを思ってなく、ちゃんと母親と慕ってた。すみこママの失敗ケーキの話好き。わからないと言いつつ本人なりに頑張ってたし、家族にも伝わってないわけじゃなかったのにな。お茶にゴスはそれがテーマだったな。新仮面ライダーの緑川博士もこれかな。やばい組織に入ってやばい研究して死にかけた息子を生物兵器に改造して、脳みそを戦闘用に改造した妹を製造しました。ちなみに全部息子には秘密でやりました。息子は切れた。何見てよしと思ったんです？製造した妹を知り合いの娘さん引き取ったよ。記憶も植え込んだから今日から妹な、とごまかす。息子に嫁を殺した通り魔をはじめとした死刑囚の生命エネルギーをぶち込む。無関係だと思っていたのに悪影響で息子が独善的になっていく。最終的に臨界状態へ陥り、周囲を消し済みにしそうだった時すら何もしていない。本郷が僕に力があればトトロしたら私はまた間違えると言いつつ仮面ライダー計画を進める。というか根本的に仮面ライダー計画とハビダット計画阻止は無関係。うん、ツーアウトってところか。緑川博士も善人ではあるんだろうけど、本人は良かれと思って外道の所業を繰り返してるという。お父さん、ただグリマーさんの場合、ナチュラルボーンで人の心がわからなかったわけじゃなくて511キンダーハイムでの強制の結果なんだよね。早々のフリーレンに出てくる黄金鏡のマハトもこの枠かな。人間との共存を目指して吐いたけど善人になろうってわけでもないから違うかな。共存じゃなく人の心知りたいってだけだし、別に善人太郎とはしてないからマハとは違うと思う。過剰書きするとその通りなんだが微妙に納得いかないやつ。この人は人の心がわからないってより何か文化が違うって感じする。俺らが戦国時代に行っても武士道とか静止感わからんよねって感じで。善人でありたいと思ってたけど、結局は悪であることを選んだフェイトのことにね。綺麗でも奥さんのことは忘れられない模様。悪であることを選んだのなら普通悪属性やら闇属性やらの力や精神に飲まれるはずなのに、画像は神への信仰パワーで発動できる浄化の光属性なの。頭がバグる。悪を選んだのに神への信仰心は揺らいでないというね。それでいてなぜ私のような生まれついての悪人を誕生させたのかと問い詰めたい衝動も抱えてます。綺麗の場合は悪を選んだというより善を諦めるしかなかったが正しい。自分にも善への道は開けていると信じていたのに、自分の魂は救いようもないほどに悪だったなら、魂のまま心の赴くまま生きようとなって悪に落ちた。その反面信心深さはそのままなので、神への祈りと信仰は変わらず捧げている。これで悪魔を信仰するようになったら多分奇跡も使えなかった。人の心はわからないけど一貫して人をハッピーにしようとしてタタコピー。ポケットモンスタースペシャルの BW2 編の主人公ラクツ、国際警察に育てられて正しいことの概念を教わったからというだけの理由で正義を執行し続ける完璧超人。最終回まで良心を手に入れるようなイベントは一切ない。国際警察なんかやばい洗脳教育でもしてたん？英才教育、技術、
はしたけど上層が育たないというか、初めっから空っぽだとは上層部も思ってなかった。だから一回本店で警察クビになって、お前組織の命令以外でも秩序維持の全行できるの試験にかけられた。正義超人になりたいと思ってる兵は主義者だけど、完璧思想の本質である合理的思考と強い信念から来る冷徹さと厳格さのせいで決して正義超人になれないかわいそうな人。画像の技は強すぎるせいで使うと相手が必ず死ぬから、敵を倒して改心させる的なことが絶対にできないという本人の性質同様の欠点を抱えている。小悪魔教師サイコはこっちのカテゴリーで OK。 善人太郎とはしてないんじゃねえかな。五条先生は下等がいなくなってからずっと学生時代の下等を指針にして善の側でいようとしてたんだろうなってのが伝わってくる。人の心が全くわからないわけでもないんだけど、やっぱり御三家出身という出自とその強さのせいでどこか隔絶した精神性だっただろうから。五条悟個人としては虎杖たちと一緒にいることを楽しめるのに、術師としてはむしろ少な側のスタンスだったからな。それでも最後まで善人の味方でいてくれてよかった。本人が花、自分とは次元が違う人たちをめでることはできる、でも理解してもらおうとは思えないと言ってるように、ちゃんと人間らしい心も感性も愛も持ってはいるんだよね。最強としての孤独と人間としての感性が揺れながらも並列で存在してるようなイメージ。人の心が欠けてるなりに理解しようとする人、過去のことから妹には未だに疑われてるけど、自分の失態で愛と絶望を一遍に知った少年のままの狂人。最近心がわからなくなってきたけど、それでも善性を保てたんとする本当のヒーローハル。一番かはモンスタービジュアルなだけで心も善良側だと思う。悟りは本当にミノルのためを思って行動してたから、潮の表情もあってものすごく心に突き刺さった。質問の答えが嘘でも悟りを認め、牛尾が嘘を言ったけどそれが自分のためだと分かっていて、お前いいやつだなと言って死んだ悟り、切なすぎるよ。悟りは人間の常識がないだけで心がないわけではないし、心だけは確かに通じ合っていたもんな。シルバーマンは心は正義であろうとしてるのに行動が完璧すぎて辛い。親友の最後に呼びかけた言葉が、そこだけは認められない。だからな、心の底まで完璧超人。でも最後の最後だけは正義超人らしく対戦相手を殺さないで生かすことができたよね。